皆さんこんにちは。旭川市消費生活センターです。医療費や社会保険料などの還付金があるといって言葉巧みに金銭を騙し取る還付金詐欺に関する情報が多く寄せられております。突然市役所の職員を名乗る男性から国民健康保険料の還付金があるので払い戻しの申請書を送りましたが、まだ申請されていません。お近くのスーパーの ATM で手続きができるので言う通りに手続きしてください。還付金の受け取り期限は今日までなので急いでくださいと鴨之助さんに電話がありました。鴨之助さんは急いでスーパーマーケットの ATM コーナーに行き、言われた通りに ATM の操作をしました。すると鴨之助さんの口座から30万円が送金処理されてしまいました。騙されたことが分かり警察に連絡しましたが、お金は引き出された後でした。公的機関の職員が還付金受け取りのために ATM の操作を行うように電話をすることはありません。相手は期限が今日までなどと言って冷静に考えたり周囲に相談する余裕を与えません。送金してしまうとお金を取り戻すことは極めて困難になります。公的機関の職員だと名乗られてもそれだけで信用せず、一旦電話を切って関係機関に確認しましょう。不安を感じたらすぐに消費生活センターなどにご相談ください。旭川市消費生活センターへのご相談は電話22局8228、または消費者ホットライン188です。お気軽にご連絡ください。